山田イサブ三郎山田イサブ三郎大正2年4月8日は日本の飛行船のパイオニアである。1910年9月8日に国産飛行船山田式1号飛行船で自由飛行に成功した。木の国和歌山城下で和歌山藩士の家に生まれた。1886年に和歌山県沖で多くの遭難者を出したノルマントン号事件を受けて救命具の開発を 志差し、1888年に大阪へ出て外国人についてゴムの性質や製造法を学んだ。1892年上京して救命具の製作を始め、1894年には東京、大崎に気球製作所を創業。救命具から軍用気球の製作に転じて陸軍の公平会議の援助を得て1900年2月に 山田式気球の特許を取得。山田式気球は日露戦争で用いられた。1909年、アメリカ人、チャールズ・ケニー・ハミルトンが飛行船の公開飛行を行ったのを受けて飛行船の研究を始め、1910年9月8日に50馬力のエンジンをつけた山田式1号飛行船で自由飛行に成功した。さらに改良した。 山田式2号飛行船は1911年2月7日に初飛行し、翌2月8日に大崎から青山連平城まで自由飛行に成功した。2月23日に2号飛行船が渓流中に強風で破壊されたが、3号飛行船を製作し7月1日発飛行させた。1911年9月17日、大崎から 帝都訪問飛行を行い 20km の周回飛行を行った。3号機は中国に売却する商談が破断となり、問題が片付かないうちに病を得て救世した。ありがとうございます。